リライアントシミター GT は、イギリスの自動車メーカーリライアントなどが1964年から1990年まで生産したスポーツカーである。1964年にデビューした初代 GT は、1962年に交通事故し、 した、イギリスの自動車デザイナーデイビッド・オーグルが1962年に、デームラー SP250 のシャシー上にデザインした2プラス2クーペのプロトタイプ、オーグル SX250 の繊維強化プラスチック製の車体を、リライアントが1961年から製造していた、スポーツカーセーバーのシャシーに仮装したものである。当初は、セーバーのトップモデル。 セーバー6と同じフォードゾディアック用の磁気6点に 553cc109 馬力を搭載、最高速時速 177km をマークした。1966年には、ゾディアックのモデルチェンジに伴い 2994cc136 馬力に強化され、最高速度は時速 193km に引き上げられた。 1967年には V6.2495cc112 馬力版が追加された。溶接した天才デザイナー、オーグルのスマートなボディライン、高い動力性能、乗り心地と操縦性の高度なバランス、安全性などから、イギリスではビジネスマンズエクスプレスとして好評であった。しかし、1968年に、 画期的なスポーツワゴン GTE が登場すると、需要の大半が、以降、1970年に生産終了した。生産台数は、約1000台と、全身のセーバーが3年間で77台であった、ことを考えれば、飛躍的な増加となり、三和乗用車主力であったリライアントの新たな、看板商品に成長した。1965年にオーグルデザインは、 ガラスメーカーのトリプレックスと共同で GT のシャシーにスポーツワゴンのボディを仮想、オーグルデザイン、GTS として発表。1968年10月にこのプロトタイプの市販化モデルとして登場したのが GTE である。GTE はスポーツカーの性能、ワゴンの実用性、魅力的なスタイリングを合わせ持つスポーツワゴンという新ジャンルの開拓者となった。 エンジンメカニズムは GT 譲りであったが、エンジンは間もなく 3000cc に一本化された。1970年にはボルグワーナー製3速オートマチックが、翌年には4速オーバードライブがそれぞれオプションとして追加された。1970年にはリアワイパーが標準装備となり、ここでも流行の洗弁をつけた。1972年には、 エンジン出力アップ、ダッシュボード刷新などの変更を受けて、SE5 バイトとなり、0から60マイル加速9.3秒という、当時としては相当な高性能者となった。SE5 は2500台弱、SE5 バイトはシリーズ最多の6630台ほどが生産された。オーナーの中には、英国王室の安王女の名もあった。日本には、 リライアントの輸入代理店が存在せず、正規輸入は行われなかった。例外として1974年頃に、大阪の中古車販売業者が、SE5 の中古車を1台並行輸入したケースがあるが、当時のカーグラフィック氏が、早速、ロードインプレッションに取り上げたところ、エンジン部長や英国の中小メーカー製品の特に、 初期モデルにはありがちな細部の仕上げ不良のため評価は低かった。1975年、もっと広い室内スペースを求める声に応じて、ホイールベース、全長が 100mm、全幅が 70mm 拡大された SE6 にモデルチェンジされ、より上級の市場を目指すことになった。初期モデルには、品質上の問題が残っていたため、550台が、 生産されたところで急遽改良型 SE6A にバトンタッチされた。SE6A は品質、ブレーキ性能、ロードホールディングが改善され、パワーステアリングも装備可能となった。3908台の SE6A が生産された。1979年、フォードが V6.2900cc。 SX エンジンの生産を中止したため V6.2800cc のケルンユニットに変更した SE6 バイト型に切り替えられたがさすがに1980年代になると球体化は否めず E6 バイトの生産台数は407台に止まり1986年に生産は打ち切られリライアントのスポーツカー生産は1984年に デビューしたオープンニザのシミター SS1 に集約された。SE6 バイトには、シミターとしては初めて2、2プラスにコンバーチブルの GTC が追加された。生産台数は442台と、同時期の SE6 バイトに、ほぼ匹敵する台数であった。シミターが、生産中止となると、日本人実業家で競争場の場主、アストン・マーティン愛好家としても知られる。 中内安史氏がオーナーとなって、ミドルブリッジシミター社が、英国ノッティンガムに設立され、燃料噴射式 2900cc エンジンや5段ギアボックスなどで、改良を加えたシミター GTE の生産を再開した。1990年までに77台が生産された。製造権は1990年に、グラハムウォーカーに譲渡され、彼は、 シミターの受注生産を行った。ありがとうございます。